もうちょい正面で、ヨウジはもうちょっと前で、ヤンピーギリギリもっと違う。あれダメ私がいけないのちょっとヤマピーダメだよ。はぐくめど。思い出せなかった。なんや、全然怖がってへんやないか。それどころか手で包み寄せたように。ん、間に合わなかった。あ、ごめん。正座つらい。昔は正座得意だったのに。年を取ると苦手なものが増えるよ。いきます。皆さんこんばんは。本日より始まりました新番組、銀座の OL のですね、本音を探る旅に出てまいりました。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、なるほど。まあ、どちらも臭いで、寝起きは臭いでしょうから。まあ、寝起きはね、誰でも口は臭い。なので気持ちがあれば、あ、でも気持ちがあったとしても臭いものは臭いんで。ご覧ください。後ろから斜めになっちゃってるんだよ。そう、これ今蝶つがいでやってるんですけど、本番ここに痩せちゃんのおっぱいが穴から飛び出てる。で、当て着して完全にまっすぐするようにして。怖い。あたしだったらどうなるんだろう。え、なんでしょう、これは。なんなんでしょうね。なんだこれ。言いますよ。怖いよ。耐えてね、痛くない限り。感じても怖い。怖い。怖い。あ、乗り越えた。乗り越えた。え？悲しい。噂の橋本論破、石番マン橋本徹をメタメタの巻。すごい人の数だね。しかもみんな橋本さんに論破されまくりだ。さすがだね。こいつ生ゴミとして捨てられればいいのに。こいつ生ゴミとして捨てられ。ふと市の二重行政の先生、どれだけ無駄な負債を増やしてると思ってるんですか。ちゃんと勉強してから来てください。そもそもね、ふと市の二重行政のせいでどれだけ無駄な負これは難しいな。難しいですよね。一番難しい。そもそもね、ふと市の二重行政のせいでどれだけ、ね。今から女性陣のアンダーヘア事情を確かめに行きます。まあ今回もね、なかなか質問しづらい質問を投げかけるわけですけれども、持ってるから影がなくていいね。助かるよ。いいよ、助かるよ。よかったよ。出ました。私、お母さんに何聞かれたのって言っても何にも言わないで、ね、そうなんです。今の社会情勢について聞かれたっていうことです。そういうことにしといて、すごい助かる。はい。いやだ、ちょっと、バイだなんて言うな。嫌いじゃないです。はあ。じゃあ、ちょっと肺のあたりの音聞いてみますね。はい、お手柔らかに。ようやく続けて、ちょっと動かないでもらえますかね。ダメ、当てたらやっぱここまでは行ってほしいかな、うん、さあ。ここがいいかな。え、よくでちょっとこっちに向いて、こっちに向いてやってみて。正座がもう29歳です。ツインテールですけど29歳です。はい、リンク。
ちゃった。何ですね。キャー！やめてー！ダメー！ちょっとそれ真面目、マジな、マジな。笑っちゃダメだよ。アナで。ダメー！あれ？そう、アナ。涼子。そうそうそう。ちょっと入りを高めにして。女の子だと思って。私は女の子。はい。涼子。ああ、なるほど。あれ、ハズキって何がもえ一番好きなのは何でしたっけ。ハスキー面接ハスキーが一番好き。マジのペット話だった。あ、じゃあ、ペットボーマーの話かと思った。お見合いじゃないんだから。あ、なんでもないです。高知県は、まあ、山口と近いですね。感想。あ、もう一回言ってくれ。え？あ、山口県と近いですねって。じゃあ今は彼氏はいらっしゃる。あ、彼氏いないそうです。いや、報告しなくてもいいよ。すごい真剣に聞いてくれます。彼氏が何人いないかという。全然大丈夫ですよ。私今年で5年目に入るので。何の話なの。安心してください。そう、ドローンが登場。超小型版。すごいし、かわいい。これ8センチ？何センチ？もっとちっちゃいやつだね。カメラついてないやつだし。あ、そうか。左が上昇ボタンで、右が。社長が初ドローンです。おお。どこどこドローンどこ。おお。動きが早すぎてついていけない。うわ、難しいな。これ乗せたいの。あ、あ、なんかこれむずいですね。操縦が一番むずい。ちっちゃいから難しい。